23時。こんばんは。社畜デザイナーの小鉄です。来る日も来る日も労働に明け暮れています。今日は少し仕事が早く終わりそうなので、ルームツアーでもしようかと思います。僕はこの 1K の部屋で在宅勤務をしていて、急な出社がある日以外はこの部屋で ずっと過ごしています。前回のルームツアーでは廊下部分を紹介したので今日は1 K の1の部分を紹介します。いつも動画で映していますがこちらが僕の住んでいる部屋となります。 広さはギリギリ6畳歩かないかくらいです。狭いながらもこの部屋で色々と工夫しながら暮らしています。基本インテリアのセンスはないので、無印良品などのシンプルな家具で揃えることでごまかしています。最初にベッド周りを紹介します。 枕以外は無印良品で購入しました長く使い続けるものなので5つ目の木製のベッドフレームにしましたでかくて重たすぎるのでこの位置から当分動かすことはないかと思いますマットレスも無印良品です長年使っていて へたってきているので、そろそろ買い替えたいです。最近寝起きの時に全身が痛むようになりました。掛け布団と毛布も無印です。毛布は掛け布団の上に敷くのが正しいようですが、ふわふわのものに触れて寝ていたいので、毛布は下にしています。 最近買い替えて、とても肌触りがいいです。枕はストレートネック対策で、でかいサイズのものを使用しています。ニトリで購入しました。使用してまだ半年ですが、毛玉だらけで黄ばんでいて、お父さんの匂いがします。 そして、ベッドにモニターアームを設置しています。寝るときにここにスマホを設置して、寝転びながら動画を視聴しています。正しい姿勢で動画視聴できるのでおすすめです。次は、デスク周りを紹介します。在宅勤務前は、 こんな感じで何もなかったのですが在宅勤務になってからすべて揃えました出費がかなり痛かったですデスクは木製の天板にフレキシースポットの電動昇降式の足をつけていますストレートネック対策で午前中は立ちながら仕事をするように心がけています パソコン以外のモニターやキーボードなどは自腹で購入しました。作業スピードに直結するのでなるべく投資するようにしています。デスク周辺はこだわりがありすぎるのでデスクツアーの動画を今度撮りたいです。次はいつも座っている椅子を紹介します。 伊藤記で購入したパブリック素材のゲーミングチェアです。一日に何時間も座っているので、座る箇所が茶色くなっています。労働の怨念が染み出しています。デスクの前には観葉植物を置いています。パキラという種類の植物で、 在宅勤務になってから部屋に飾るようになりました。労働中に緑を視界に入れることで少しでもストレスを軽減しようとしています。でも最近パキラが弱ってきているので心配です。カーテンも無印良品です。社会人になってから ずっとめんどくさくてカーテンはつけずに生活していましたどうせ家は寝るだけの場所だったのでノーガードで大丈夫でしたでも YouTube を撮影するようになってさすがに外から丸見えはどうかと思い去年の年末くらいからカーテンを導入しましたサーキュレーターとかいう 扇風機みたいなやつも置いています。これも無印です。たまにつけて部屋の空気を循環させるようにしています。購入後、一回も掃除はしていないので、埃だらけです。その横には、コード類を収納するボックスを置いています。 少しでも視界からノイズを消そうと必死です。デスクの下には足裏マッサージ機も設置しています。足裏が疲れやすいので、たまに揉まれながら仕事をしています。壁には備え付けのエアコンがあります。 水が滴ってくるようになったので、雑巾をガム手で貼り付けています。ベッドの横にはサイドテーブルを置いています。シンプルなデザインで気に入っています。その下に収納ボックスを入れています。ここに文房具や紙など、 仕事で必要なものを入れていますうまいこと隠すことができています除菌スプレーなどもここに置いていてすぐに使えるようにしていますカーテンに吹きかけたりして香りで気分転換しながら働いています最近はランドリンガマイブームです 次は部屋の反対側を紹介します。部屋の端に全身鏡を置いています。昔無印で買ったもので長く使っています。鏡の裏には丸い関節照明を置いています。真っ暗だと寝つきが悪いので、 就寝時につけて部屋をオレンジ色に照らしています。とても落ち着きます。そして鏡と壁の隙間に空気清浄機も置いています。僕は基本掃除機がけなどはしないです。掃除をする時間をなくして労働に費やすようにしています。 掃除をしていないと部屋にホコリが溜まりますが、部屋のホコリすべてをこの空気清浄機が吸い取ってくれています。そのため、フィルターはホコリだらけです。そろそろ限界かもしれません。空気清浄機が悲鳴を上げていたので、ロボット掃除機を導入したいと思っていました。 そう思っているところに、この Dreamybot W10 ーーをメーカーから提供いただきました。かなりの存在感を放っています。今日のために部屋中に汚れをチャージしておいたので、使ってみようと思います。床にかなり汚れが染みついています。 特にデスクの下は毛が落ちていたり床に黒い汚れがあります汚くてすみませんでは掃除を始めます専用のアプリを起動してこの再生マークを押します動き出しました 生きているみたいで可愛いいですこのロボット掃除機ですが拭き掃除だけでなくモップもついていて水拭きもできるようです通った場所がしっとりしていますロボット掃除機も日々進化しています 音も結構静かで、壁にゴツゴツぶつかることもなく、スムーズに掃除してくれています。なかなか賢いやつです。さらに、専用アプリで操作もできます。手動で操作しながら、デスク周りを掃除してみます。けなげに。 掃除してくれています結構操作は難しいです掃除は自動で任せるのが良さそうです水拭きしたことで汚れが浮いてめちゃくちゃ綺麗になっていますここまで汚れが取れると思っていなかったのでとても感動しています このモップですが8ニュートンの力で床に密着させて汚れを効果的に拭き取ることができるようです。ニュートンとか高校生ぶりに聞くワードですがとにかくギュッと床に圧をかけて汚れをじわっと浮かせてモップで汚れをさっと拭き取るようです。 そしてモップが汚れると元の場所へと戻っていきます戻ると掃除で汚れたモップを自動で洗浄して熱風乾燥してくれます熱風乾燥することで生乾きの雑巾みたいな匂いにならないのはありがたいです常に清潔な状態を 保ってくれます洗浄後の水を見てみます部屋からいい出しが取れました相当濁っていますこんな感じで1台で吸引水拭きモップ洗浄熱風乾燥を すべて自動で行います。6畳もない激狭用の部屋にはオーバースペックかなと思いましたが、こんなにも綺麗になって嬉しいです。これからも快適な空間で労働できそうです。概要欄にリンクも貼っておくので、気になった方はぜひご覧になってみてください。 部屋も綺麗になったところで、ルームツアーを続行します。次は、この辺りです。最近、防湿庫も購入しました。カメラ機材など、湿気に弱いものを収納しています。その横には、トレーニング器具を置いています。メディシンボールと、 マッサージローラーですこれでトレーニングをしたり筋膜リリースをしていますもっと部屋でできるトレーニング器具を揃えたいです次にクローゼットの中を紹介しますここにはありとあらゆるものを収納しています ここに衣類をかけています服は基本黒グレー白しか着ていませんもっとバリエーションが欲しいですがこれ以上置くスペースがないので最小限にしていますあと服を買うよりも栄養のあるご飯を買いたいので衣類の優先度はかなり低めです そして、端っこに画材なども収納しています。作品制作をすることも多いので、いろんな種類の用紙を揃えています。収納ボックスも活用しています。安くてシンプルなので便利です。ここにはスプレーや絵の具を入れています。 最近全然作れていないのでそろそろ何か作りたいですそして工具箱もあります DIY も好きなので工具類をちょくちょく買い足していますニッパーやレンチなどいろんな工具を持っています昔 お父さんからもらったプラスドライバーですこれで上京したときにいろんな家具を組み立てた思い出がありますボロボロですがとても大切に使っています最後にクローゼットの上の棚を紹介しますここにはカメラの三脚を収納しています 大きいサイズや小さいサイズなど、撮影するシチュエーションによって使い分けています。マッサージ器具も収納しています。前までベッド横に置いていましたが、色がカラフルすぎて視界の邪魔なのでここに入れています。疲れた時にこれを使って首や背中をほぐしています。 この収納ボックスには夏服を収納しています T シャツが3着くらいしかありませんもっと心に余裕があれば服も買いたいですその隣の収納ボックスにはトロフィーを収めています一応賞をたまに取ったりしていますが 部屋に飾ったところで誰も部屋には訪れないので基本箱詰めにしていますまたクローゼットに封印しておきます今日は僕の部屋を隅々まで紹介しました案外6畳の部屋でも 快適に生活することができています昔は会社に毎日行っていたので家は寝るための場所でしかなかったですが在宅勤務になったことで暮らしを見直すようになりましたたまにもっと広い部屋に引っ越したいなと思ったりもしますがまだまだそんな身分ではないのでこれからも この部屋で働き続けようと思います。少しだけ欲を言うなら、ベッド横の壁にでかいテレビを設置したいです。1K の限界に挑もうかと思います。26時。おやすみなさい。本日もご視聴ありがとうございました。